にちは。はい、あの釣岡でしょうで釣って余ったカワスがあるんです。こちらみりん干しを作ろうと思います。はい、はい、最強にうまいやつね。はい、鱗として頭としてパッと開いて塩振って30分置きます。はい、あの身に水分が多いからやっぱしっかり水分は取らないと。確かにね。でもこのカワス丸々けんね。丸々ちゃんや、絶対うまいよ。じゃあちょっとタレを一煮立ちさせたいので、ほい、醤油。醤油結構量が多いっちゃうね、カマスの。うん、醤油100、200でいこうかな。一旦200。お、ぴったり200。200、ちょっと分量通りいきます。ちょっと見させていただきます。はい、こちらでカマスの下処理。はい、まず鱗取りからです。まあカマスの鱗は取れやすいので、サササーとしたら取った後にね、結構洗わんとあのちび鱗がえらいいろんなところについてますもんね。鱗を取りつつ、あっちでは酒少々と聞こえたので、酒がない。酒がないのかい。酒がない。やった、あれ見たかわいい。かいこれもないけど黄色よ。どこの酔っ払い連れてきたの。俺もごめんごめんごめん、俺もないけどって言われるね。嘘ってね、何しに来いって言う。子供さんも笑ってね。面白かった。今初めてキムの面白かった。あ、知らんこの歌。なんてこっちカメの歌。そうなん。本当はね、金がないやっちゃ俺んとこへ。それは知っとるよ。俺もないけど。そう。うん、この酒を使うか。松浦酒造さんの。松浦酒造さんが歌いよんさかもしれんね。あ、酒がないと。料理用酒って書いてある。松浦一酒造。松浦一酒造。酒少々。こんなもんかな。ほい、お酒が入りました。塩少々。わからん、大体でいきます。砂糖、そんなもん。うん、そんなもんじゃねえかな。うん、1回目の時ね。塩、塩、そんなもんやないかな。塩はね、だってお醤油さんに入ってるわけね、だいぶ。うん、ここで一回人に立ちさせます。はい、みりんが入りました。みりんも入れまきしてる。何どういうこと。ずっとあっちで児玉さんのさまよいを思う。手持ちぶさとなんやろね、なんか。うろうろしてから開いていいよ。児玉さん開いていいよ、かます。手持ちぶたさや。ごめんね、開いて。背開きます。ちょっとごまも入れときます。内臓出さんでよかった。ん、あ、背開きなんで。お、ちょっと徳ちゃんごまも入れとき。はい、あっちはごまも。セビラキ、こっちから内臓を。これがないや。これ、塩水で中したりする。あ、塩振って30分置きます。はい、できれば中骨取れるなら取った方がいいんですけど。そうそうそう、これ。うん、へえ。結構そいつのあることで焼きやすかったり。ああ、ね、確かにね。骨がある方が、うん、でももう一個取ってしまいます。ここは干物の極意その1、水分をしっかり取るべし。その2は、その2、陰干しするべし。それでは中骨、ね、ほい、ふにゃふにゃです。あ、本当だ、骨抜きにされた。ほいでいいよ。いい、いや、内臓とか洗った方がないかなとは。きれいにしてます。きれいね。どうする、これ取る。あ、それきれいね。めっちゃきれい ね取れるから。全部チン抜きしてきとるけんね。ほんとに。うん、あの引っ掛けた時に穴ほがすね。こうやったもん。いくよ。ほい、はい、この塩は後で洗い流すんで。ほい、水抜き用のね。そう、水抜きと臭み取りかな。あ、綺麗これ。ほんとやね、カメラで分かったら違い、ちょっと分かるね。あ、書きすぎた。いいや、なんか好き。は
はい、なんでか知らんばってん、一番最後にさばいたのが1点ワングちゃん。死んだもん。夏っ。いやいや、内臓がぐちゃぐちゃだだけやけど、きれいに洗えばね、きれいに見える。きれいになる。なるはずよ。怖い。はい、じゃあこの状態で30分置きまーす。はい。はい、30分後。はい、よし、30分、塩抜き終わりました。はい、水抜きね。水抜き終わりました。はい、洗います。はい、じゃあ小玉さん、これ拭いてください。はい。あ、結構身が締まっとる。やっぱ水分が抜けて締まっとる。締まっと、はい、そうか、水とかも、はいはい、これを入れて、めちゃめちゃ締まっとるよ。さあ、締めたやつをもらったらギリ入ったね。で、途中でグラス回線かもしれん。え、で、これも冷めました。はい、はい、タレ。はい、タレ、ちょうどじゃない。いいね、ちょうどだよ。はい、本当にちょうど、本当にちょうど、本当にちょうど、ちょうどいい。はい、ラップして、うん、まあちょっと途中でひっくり返そうかな。えー、じゃあこのまま漬け込みます。はい、少々お待ち。はい、はい、はい、そしたらしますかい。はい、結構使ったと思います。はい、で、まぁ、ちょっと表面の、はい、みりんだけ拭こうかな。じゃあほら、ごまがついたまんま。はい、あ、結構みりん入っとんね。ね、うん、これいい味が好きな人はもう、ほんとさらに1時間。今回1時間だけつけました。はい、1時間ちょいかな。1時間半。あ、いいね、美味しそう、美味しそう。いい色ついてちょうどいいと思うよ、うん。で、ガレージで一晩干して、はい、朝、はい、ちょっと日が当たるとこに。なるほどね、うん、最終やつゆとかがね、落ちちゃうので、こちらに入れていきます。はい、誰か持っとって。ちょっと待ってね、俺の魔法の手番。これ以上も伸びらんけん、俺。こりゃ、つるごた。あと1枚が増して。OK、OK。もうちょいこっちにやっていい。よし。あ、よいれんか。あー、だめ。はい、ありがとうね。はい、はい、これで、はい、干していきます。はい。明日。はい、楽しみください。はい、じゃあ干しておきます。はい、はい、はい、これ、はい、新井さんからもらった炭おこし器。はい、めっちゃつくのが、熱そう、熱そう、めっちゃつくのが早い。ほら、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 で、とくちゃん見せて、カマスの干物。いい干物、めっちゃいい感じの干せとるよ。はい、じゃあオープン残熱。はい、じゃあ一番上のやつば、今回焼こうかしら。はい、ほら、みりん、いいですね。いいですね。今度はまたちょっと落としとくよ。はい、皮面から焼きます。はい、さあ、焼けるの待ちですね。うん、ありがとう。背中が焼けたんだね。背中っていうのか。うわい、ちょっとすごい、はい、すごいいい感じですよ。あのね、いい匂いがした。やってみて、油がすごい、ほら。うわ、油がすごいもん。勝手に出てくる油。皮面、もう一回後で最後焼こうかな。うん、匂いがめっちゃ良かったね。みりん、うん、もうあのそれ、エンヤーの方じゃなかった今。うわ、やば。もうひっくり返してよかったと思うけどな。いくよ。うん。すごい。いけるんじゃねえもん。どう思う？ズーシー、ね。ズーシーね、どう思う？あとちょいやね。あとちょい皮面とこっちの面やね。よしほら。絶対うまいわ。カマス、美味しそうな匂いがしてるよ。絶対うまい。野田くん持ってきてくれた裏鍋島。日本酒ね、やっぱカマスといえばね、干物といえば日本酒やけど。そう、これ持ってきたな。じゃあ、いただきます。いただきます。どこ取ってもうまそうやな。花やろ、花やろね。じゃあ俺、せいってみようかな、あえて。俺もここやろ。ほっくほっく。お先にすみませんね。日中は日光、いただきます。日光で干したもんね。いただきます。うまうまい。うまいけど、なんか酒の味が強いかな。うま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 い。あ、うまい。
もうちょっとやっぱあと1時間みりんにつけときたかったり、うん、ああ浸透してない、そうそう、あの時間的にねちょっとつけ込む時間がなかったけど、なんかふわふわや、でもここ食った方がいいわ、ここめちゃくちゃ脂乗っとる、あ腹、あ、うん、腹、お腹、うん、この辺ねめっちゃうまい、まあ言うなら普通の干物、この辺はこれ、うん、でもここねやばかった、うん、内臓なんかね、うん、うん、全然違う、うん、ほんとだ、すごい、ここやばか、大トロ大トロ、うん、マジで、うん、ここ、ちょっと小玉さん残しとこ、ここめっちゃうまい、うん、やっぱ干物は日本車やだね、この辺から、この辺から、これあ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 れ、あこれちょっと甘い取りすぎだ、うまい、よかよか、行こう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 、よか、よかと、あうまいね、うん、行きます、うん、赤みりん干し、甘いもん、なんか油が、うん、ね、うん、甘みがある、甘みのある甘油、これぜひみりん干しやってみてください、はい、はい、以上カマスのみりん干しでした、ありがとうございました、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございます、メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はいし、はい。